ここは1年生の張田のスリーポイントシュートでした。
習でも練習外でもチームメイトと以前よりもコミュニケーションを取ることを大事にしてやってきました。今年最終最後の大会となってしまうので、そこで自分たちが練習してきたことをしっかり出し切って最後は優勝して終われるようにしたいと思います。